これ何やってるのっていう。うわー、わかりやすいな。自分が起こした経年変化みたいな。うん。なんか伝わるかな。お疲れ様です。ハセシュンです。ですね、これ見てわかりますかね。自分のオールデンのね、色が汗始めました。色が抜け始めました。わかるかな、これ動画で伝わるかな。ほら、ここの部分もね、これ光の加減じゃないんですよ。色が抜け始めてるんですよね。無駄にキラキラ光ってるから分かりづらい。ちょっとメンテナンス、多分これ動画に出てくるのが3ヶ月ぶりくらいかな。はい、なのでメンテナンスをしながらね、このオールデの色抜けについてちょっとお話できたらいいな、なんて色抜けの近況報告なんかね、できたらいいんじゃないかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。まずはね、この子のカタログスペックのお話をしていきたいと思います。この子はオールデン D5812、 カラーはナンバー8ダークバーガンディですね。レザーはシェルコードバ、パフォーレイテッドキャップトゥーブーツというふうに呼ばれている形です。どうですか、かっこいいですよね。自分のお気に入りのブーツの、はい、一足で、まあ時たま履いているんですけど、自分のね、手元に来たのが1年半前くらいかな。1年半前くらいで、先日ちょっとね、履く機会があって、引っ張り出そうと思って用意したんですけど、その時にあれ、これ光の加減かなみたいな、光の加減でね、そうなってるだけなのかなっていう風に思ったんですけど、なんか色が合わせてるように見えたんですよね。多分気のせいじゃないと思うんですけど、ちょっとわかりますかね。ほら、ちょっとここら辺色が薄くなっちゃってる。こっちとかわかりやすい、あ、この角度わかりやすいんじゃないかな。ここがここに沿って、もうこっちの色とこっちの色全然違いますよね。色がピンポイントで抜けちゃってるんですよ。みたいな。それもちょっとね、なんでだろうなっていう感じなんですよね。ちょっとだけショックです。靴磨きをするときに一番最初、これ何やってるのっていう質問が来てたんですけど、これはですね、一番最初ワックスをね、つま先の表面をワックスを剥がす作業をしております。そうですね、コード版ではない、シェルコード版ではない革靴だったら全然気にせず、ステインリムーバーとか、いわゆる油性とかね、そういうものでやっちゃうんですけど、特にこのコード版は水にね、お水に非常に弱い革なので、表面しかもがっつりかけると落とすのって大変じゃないですか。って時、油汚れは油で落とすっていう、それと同じで、こうブリフトアッシュのザ・クリーナーっていうのがあったりするんですよ。ワックスを剥がすため専用のクリーナーなので、はい、これで自分はつま先の表面だけは最初にまずこれをやって、はい、表面を剥がしてからステインリムーバーとか液体のザクリーナーとかね、そこら辺を使うようにしてますね。ちなみになんですけど、この D5812 の、色ダークバーガンディ、このナンバー8のカラーっていうのは、オールデンのね、定番色なんですよね。ブラックとこの、はい、バーガンディの色、
すごいかっこいいですよね。本当にすごくいい定番色だし、あとはこのナンバー8のカラーを使った990、すごい人気なんですよ。すごい人気、自分もちょっと欲しいなーなんて思ったりもするんですけどね。皆さんはゴールデンっていうかコードバンの革靴は持っていたりしますか？めちゃくちゃ手入れはめんどくさい工程が多いんですけどその分愛着は湧くので、一足だけね、何足とかはいらないと思うんですけど、一足だけで持っておくと、またなんか靴磨きの奥深さじゃないですけど、そういうところがまた分かっていいんじゃないかななんて思ったりしますね。さて、汚れ落としも完了したところで、一回ね、どんな感じで色抜けしたのか確認しましょうか。うわー、わかりやすいな。シェルコード版、まあオールデンのこの色抜けみたいなものって珍しいことじゃなくて、やっぱり経年変化の一つ、やっぱり色抜けしてしまうのは仕方のないことらしいんですけど、ここピンポイントでね、こんな急に来るものなのかって思って、結構長谷春的にはびっくりしていますね。後ろはね、全然大したことないんですけど、グリーンとほらこの角度になると、ここがすごい抜けてるの分かりますよね。ちなみになんですけど、皆さんは、視聴者の皆さんはこの色抜けについてはどう思いますか？いや、色抜けしちゃった恥ずかしいみたいな、早く染色しないと、このもともと染めてある素の色が出始めてるみたいな感じらしいので、自分はなんですけど、この色抜け具合は今の自分だったらすごい楽しめるなっていうか、これはこれでありなんじゃないかなっていうふうに思うんですよねそうなんですよ、これはこれでね、ありなんじゃないかなって思って、楽しんでいこうかなっていうふうに思っております。はい、ちなみにこうやってクリームを入れるじゃないですか。さすがにね、こういうコードバンの色抜けはこういうクリームじゃごまかしが効かないので、ちゃんと染色したい人は染色し直す。染色は簡単にできますよ。簡単にできるので、それをやればいいんじゃないかなと思います。色抜けしちゃう理由もね、いろいろあるらしいですよ。例えば使っているクリームあるじゃないですか。このクリームに入っている有機溶剤のせいだとかね、あとはやっぱり革製品って赤外線に弱いみたいなところもあったりするらしいので、日に当たるのも良くないみたいな。でもそんなこと言ったら外でね、革靴履けなくなっちゃうじゃないですかでやっぱり自分はね、やっぱコード版は油分ガンガン入っているクリームだったら何でもいいんじゃないかなとか思っちゃったりするんですけど、コード版の経年劣化、自分は見たことない、聞いた話なんですけど、結局そのコード版のこういう革靴ってちゃんとメンテしていれば、ひび割れって相当起こすものではないらしいんですよね。でこううねるような大きなシワが入ってね、すごい楽しい革靴だよっていう風に教えてもらったんですけど、メンテを怠ったらどうなるのって話じゃない。コードバンのこの革っていうのはコラーゲン繊維の塊、繊維状なんですよね。なのでみちみちみちみたいな感じでバサーっていってひび割れるっていうか、割れる時は一気に来るらしいですよ。聞いた話なんですけどね、さすがにそんな壊し方したことは自分ないっていうか、コードバンのね革靴はこれがまずね一足目なので、いやー壊したくないなーって思ったりするんですけど、まあそれでもね、履いていけば経年劣化を起こしていくんでね、最後の最後はね、
見届けないといけないので、できれば壊したくないな。壊さないようにしっかりメンテしていきますね。はい、カッサ棒マッサージいきますね。先ほどのクリーナーで毛羽立ちを起こした面を寝かしつけていきます。ゴリゴリタイムです。はい。いやー、でもこのナンバー8のね、この色がなくなっちゃう、抜けちゃうっていうのは嫌だなっていう気持ちもあるんですけど、ただ先日、それこそ多分4ヶ月前くらい、いやもうちょっと前か、去年の10月とかそれくらいに山梨県にある靴磨き専門店ベーズさんのところに行ったんですよね。で、井上さんに見せていただいた靴がすごい印象的で、井上さんの靴ではなくて井上さんのお知り合いの靴だったかな、スマホでね、オールデン990なんですけどって見せてもらって、あー990ですかみたいな、990ってダークバーガンディのね、すごいいい靴ですよねみたいな、っていう風な話をしてね、見せてもらったその革靴なんですけど、もうこうギョッとしましたよね。確かなんですけど、色がね、これ全然違うんですよ。え、これダークバーガンディですよねみたいな、ダークブラウンみたいな色になってて、それこそこの色が変化してしまっている色が全体に映ったみたいな、そんな感じで、でもなんて言ったらいいんですかね、汗せててだらしなくなってるみたいなのとはまた違うんですよ。全然違うんですよ。わかるかな。あ、エイジングってそういうことを言うんだみたいな、渋い990になってたんですよね。自分のオールデンも最終的にはこうなるのかなみたいな。最初はこういう風に色が合わせちゃってて焦ったけど、こうやって磨いてメンテナンスしているうちにそれもありかなとか思い始めちゃったんですよね。はい。基礎メンテは完了しました。やっぱりね、バーガンディのクリーム塗っても結局ね、保湿までの効果しかないので、染色の効果はクリームにはないのでね、まあ強いてるのは補色けど、補色まあ若干なったからあまり変わらないかな。いやでもなんか一番最初にね買った時はこういう色のね抜け方はしてなかったので、なんか自分がこの1年半くらいこいつを購入して1年半くらい経って、ようやくなんか自分が起こした経年変化みたいな、 なんか伝わるかな。はい。で、最後のケアで、これでね十分ケアは完了してるんですけども、表面磨きをね最後していきたいと思います。サフィールノワールの、ビーズワックスポリッシュのバーガンディですね。バーガンディで、またねこの使い方が違うんですよね。今まではその靴にワックスの下地を塗って、でそこから鏡面を仕上げていくみたいなね、そういう風な流れだったと思うんですけど、っていうかコードバーの時は、まあ、自分流ですけどね、ちょっと違って下地はねそんなに作らなくていいんですよ。作
作らないでそのまま行っちゃいます。でガチ鏡面するよっていうよりはこう薄い膜を作るみたいなイメージでぐーっとやっていくんですよ。そしたらもうねこれはね馴染むこと馴染むことそもそもねオイルをふんだんに含んでいるのがコードマナーで、ほら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 めちゃくちゃ光っていくんですよ。こう塗膜を貼るイメージで全体的にワックスを塗り広げていきます。どうでしょう、仕上がりました。やっぱ艶が増すとね色抜けの方もそんなライトの反射がわからないですけどあんまり色の変化がはい、どうでしょう。うん、いいですね。色抜け具合も相まってまたね一段と渋い革靴に近づいたんじゃないでしょうか。いかがだったでしょうか。まあ、一番最初はね色が抜けてしまったことはすごいびっくり色あせたことはねすごいびっくりしたんですけど、うん、けどね革靴の面白いところっていうのはそういうところじゃないですか。例えばナンバー8のダークバーガンディっていうねこういう風な色の個体のものがねあっても同じナンバー8でもやっぱりちょっと各個体によって違うんですよね。こう色ムラ塗りムラっていうか、それと同じようにこれが色がねどん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 抜けていってっていうね色がどん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 抜けていってっていうこの色の抜け具合みたいなものっていうのもやっぱり各個体によって違うじゃないですか。その人にしかできない色あせ方エイジングみたいなっていうところもあったりするので、こういうのが面白いって分かっちゃうと、いや革靴沼じゃないですけどどん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 ね沼ってね足抜けられなくなっちゃいますよね。あえて染色しないでどこまで色が抜けるのかっていうのを試してみるっていうのもまた面白いかもしれないですね。ちょっと期待していてください。最後までご視聴ありがとうございます。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバイ。